MC 中に平野が子供と触れ合うシーンや、騎士が即興でアカペラを披露するシーンなどは、ファンとの距離を一気に縮めるものでした。神宮寺勇太もまた、その圧倒的なカリスマ性とステージ上での存在感で観客を魅了しました。ナンバーアンダーラインアイの有明でのコンサートは、まさに視聴者とアーティストの間に特別なつながりを築く場となりました。このイベントは2日間にわたって行われ、特に2日目は、 視聴者にとっても、アーティストにとっても忘れられない日となりました。衣装と音楽は1日目と一致していましたが、その公平性が観客に安定感を与え、一体感を強める効果がありました。1日目の流出映像を見た観客は、2日目のコンサートをより一層楽しみにしていたことでしょう。会場は満席で、多くのファンが集まり、ナンバーアンダーラインアイのメンバーにとって大きなモチベーションとなりました。 特に平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人は、観客の応援を受けてエネルギーに満ち溢れ、声も一層力強くなっていました。彼らのパフォーマンスは圧巻で、特に平野翔のダンスと歌唱力は観客を魅了しました。2日目の MC は毎日違う内容で行われ、その日の特別な瞬間をファンと共有しました。この日、世界中の視聴者に向けたライブストリーミングも行われ、 カメラが設置されてイベントの模様が配信されました。これにより、世界中のファンがリアルタイムでコンサートを体験でき、一体感がさらに広がりました。ファンは指定された日に視聴するよう通知されており、家にいながらもコンサートの熱気を感じることができました。また、7月3日の FNS 個人フェスティバルで、平野翔とクレバによる特別なコラボレーションのニュースが発表されました。 このコラボレーションが平野翔個人によるものか、ナンバーアンダーラインイ全体のパフォーマンスになるのかは明らかではありませんが、ファンにとっては待ち遠しい発表でした。コンサート中のファンとの交流は、特に心温まるものでした。MC では、子供やカップルとの触れ合い、騎士の即興アカペラなど、観客との遊び心あふれる瞬間が数多くありました。これらの交流は、ファンとの深いつながりを示し、 彼らの支持の大きさを実感させるものでした。観客は彼らのパフォーマンスに熱狂し、アーティストとファンが一体となる瞬間が数多く見られました。ファンとのディスカッションでは、彼らのお気に入りの曲について話し合う場面もありました。出演者たちは、ファンとより深く関わりたいという思いを強調し、今後も積極的に交流を図っていく意欲を示しました。これはファンにとって非常に嬉しいことであり、 アーティストとの距離が縮まった瞬間でもありました。感想として、多くのファンが、とにかくかっこいいと絶賛していました。遠くに座っていた観客も、ステージ上のパフォーマンスをしっかりと見届けることができ、ナンバーアンダーラインアイの音楽に浸ることができました。BYC のパフォーマンスでは悲鳴が上がり、エロティックな一面を見せた平野翔に対する熱狂的な反応もありました。観客は、 ナンバーアンダーラインアイの音楽とパフォーマンスに感謝の意を示し、特別な空間を共有できたことに喜びを感じていました。このコンサートは、ただの音楽イベントにとどまらず、アーティストとファンの間に深い絆を築く場となりました。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、その才能とエネルギーで観客を魅了し、忘れられない瞬間を提供しました。彼らのパフォーマンスは、観客にとっても、 アーティストにとってもも特別なものでありこの日を思い出として心に刻んだことでしょう未来のコラボレーションやイベントに対する期待が高まりファンはこれからのナンバーアンダーラインアイの活動に大いに期待していますこのコンサートを通じてファンとアーティストのつながりがさらに強まり次なるステージへの期待が高まるばかりですこれからもナンバーアンダーラインアイのメンバーはその魅力と才能を存分に発揮し ファンとの絆を深め続けていくこ,とでしょうこの特別なコンサートは、ファンにとっても、アーティストにとっても忘れられない一日となり、これからもその思い出は語り継がれていくことでしょう。そして、未来のイベントに対する期待とともに、彼らの活躍を楽しみにするファンの熱意は続いていくのです。次はどのようなサプライズが待っているのか、どのようなパフォーマンスが見られるのか、今から楽しみでなりません。 ファンが次に期待するものが何であれ、ナンバーアンダーラインアイのメンバーは常にその期待を上回るパフォーマンスを提供してきました。今回の有明でのコンサートもその例外ではなく、ファンとの一体感をさらに深めることができたのです。例えば、平野翔のダンスパフォーマンスは圧巻で、その細部に至るまでのこだわりが観客に感動を与えました。彼の一つ一つの動きが音楽と完璧にシンクロし、 まるで音楽自体が身体を通して表現されているかのようでした。また、岸優太の即興アカペラパフォーマンスは観客を驚かせ、彼の純粋な歌声が会場中に響き渡りました。この瞬間は特に感動的で、ファンは彼の音楽に対する情熱と才能を直接感じることができました。即興パフォーマンスは、計画されたものではなく、その場の雰囲気と観客の反応に応じて行われたものであり、 これが一層観客の心を打ちました神宮寺勇太もまた、その圧倒的なカリスマ性とステージ上での存在感で観客を魅了しました。彼のパフォーマンスは視覚的にも聴覚的にも印象的で、そのプロフェッショナルな姿勢が多くのファンの心に残りました。彼のステージ上での一挙一動は観客の視線を釘付け気にし、その存在感がコンサート全体を引き立てました。MC では、 彼らがファンとの交流を大切にしていることが伝わりました。特に子供やカップルとの触れ合いは、彼らの人間的な一面を感じさせ、観客との距離を縮めるものでした。これは、彼らがファンを単なる観客としてではなく、一緒に楽しむ仲間として見ていることの表れです。騎士の即興アカペラや、他のメンバーが観客と一緒に歌ったり踊ったりする姿は、 ファンにとって非常に特別な体験となりました。ナンバーアンダーラインアイのコンサートの後、ファンたちは SNS で感想を共有し始め、その興奮と感動は瞬く間に広がっていきました。多くのファンは、自分たちの感情や経験を写真やビデオと共に投稿し、その一瞬一瞬を再び思い出すことで喜びを感じていました。特に、平野翔、ガン・ユータ、 神宮寺雄太のパフォーマンスに対する称賛の声は大きく、彼らのカリスマ性とエネルギーがいかに観客を魅了したかがよくわかります。観客との交流がどれほど大切かを改めて認識させるイベントでもありました。例えば、MC 中に平野が子供と触れ合うシーンや、騎士が即興でアカペラを披露するシーンなどは、ファンとの距離を一気に縮めるものでした。これらの交流は、 ファンにとって単なる一方通行のパフォーマンスではなく、双方向のコミュニケーションを感じさせるものでありました。その結果、ファンはより一層彼らの音楽と人柄に引き込まれていきました。また、ライブストリーミングによって世界中のファンが同時にコンサートを楽しむことができたのも、このイベントの大きな特徴でした。インターネットを通じて、遠く離れた場所にいるファンたちも同じ時間を共有し、 共に感動することができたのですこれにより国境を越えたファン同士のつながりも強まりナンバーアンダーライン愛の人気がさらに広がることとなりました。